皆さんこんにちは。今回の動画ではデザイン分野でも使えるようなテキストから超高品質な画像を生成できる AI ツールの最新版イデオグラム 2.0 素の対抗の新しいボーカル楽曲生成 AI ツールラウドミーウェブアプリ版が正式公開された画像生成 AI ツールミッドジャーニー V6.1GPT-4o 超えの数学性能を誇る数学に特化した LLM クエンツーマスなど、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、アンドリーセン・ホロウィッツが最新 AI アプリトップ100ランキングを発表、マイクロソフトが PC 操作記録機能リコールを試験提供など AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはイデオグラム 2.0 の紹介です。元 Google ブレインの研究者によって設立されたスタートアップイデオグラムは、同社の開発する画像生成 AI ツールの最新版イデオグラム 2.0 を公開しました。イデオグラム 2.0 はリアルな画像を作れるので、グラフィックデザインなどの分野で業界をリードする性能を誇るとしており、特に画像内に A 文字を表示できる能力が上がっているようで、人間による評価において生成画像の品質、テキストから画像を作る際の描画の正確さなどでフラックスプロやダリー3などの他の画像生成 AI モデルを上回る結果を出したとしています。イデオグラムはツールページに行ってGoogle アカウントか Apple アカウントを使ってログインすれば、毎日10クレジットが付与され、1回画像を作ると2クレジット消費するので、1日に5回無料でお試し利用できます。画像の作り方としては、ログイン後の画面の上部のフォームに作りたい画像のイメージをテキスト入力し、ジェネレートボタンを押せば画像が生成されます。なお、画像を作る際にリアル系、デザイン系、3D 系、アニメ系などのスタイルやアスペクト比、生成する画像のカラーを設定できます。何個か作ってみましたが、画像の品質が向上しているのはもちろんのこと、画像に A 文字を入れる能力がかなり上がったと思います。また、サブスク登録すると画像を多く作れるようになるほか、高速に画像を作ったり、任意のアスペクト比を設定できたり、アップスケール機能を使ったりできるようです。ちなみに、イデオグラムは、イデオグラム 2.0 の公開と同時に、イデオグラムの iOS アプリ版のリリースを発表し、開発者向けにイデオグラムの API のベータ版の提供を開始して、これまでにイデオグラムで生成された10億枚以上の画像を検索できるサービス、イデオグラムサーチを公開しました。続いては、ラウドミーの紹介です。テキストから J-POP、K-POP、ロック、ヒップホップなどの日本語のボーカル入りの楽曲を生成できる、スノやウディオのような楽曲制作 AI ツール、ラウドミーが公開されました。ラウドミーは、ツールページの右上にあるサインアップボタンを押して、Google アカウントなどを使ってログインすれば無料で利用でき、ログイン後のページの左側にあるミュージックジェネレーターボタンを押した先のページで曲を作れ、アドバンスドフィーチャーズを押してリリックスのカスタムの部分で歌詞を入力し、スタイルオブミュージックの部分に作りたい楽曲のイメージをテキスト入力し、タイトルの部分で曲のタイトルを入力して、クリエイトボタンを押せば楽曲が2曲生成されます。スノで楽曲を作った時のデータを入力して生成された J-POP 楽曲がこれです。遠く見つめた空の果て、心に描く新しい夢、一歩ずつ進むこの光が導く明日への
しい世界が待っている。未来へと続くこの希望を、どんな壁も乗り越えていこう。輝く瞬間を信じて、共に歩む僕たちの道、限りない空へ羽ばたいて、未来は僕らの手の中に。いかがでしょうか。日本語のボーカル楽曲もバッチリ作れましたし、クオリティはスノやウディオなどの既存の最高峰の楽曲生成 AI ツールと比べても遜色ないと思います。なお、楽曲を作る際の曲のイメージや歌詞は AI で生成可能で、一度作った楽曲を拡張でき、画面左側にあるサウンドエフェクトジェネレーターの部分でテキストから効果音を作ることもできるようです。続いてはミッドジャーニーのウェブアプリの紹介です。以前は無料プランも用意されていましたが、最近は有料プランのみになっていた画像生成 AI ツールミッドジャーニーは8月22日ウェブアプリ版を正式リリースし、一時的に無料ユーザーにも開放しました。ミッドジャーニーのウェブアプリの公式ページに行ってサインアップボタンを押し、Discord か Google アカウントでサインアップして、月額10ドルからのサブスクプランに登録すれば利用できます。画像の作り方としては、ログイン後の画面の上部にあるフォームに作りたい画像のイメージをテキスト入力して送信すれば、画面左側にあるクリエイトの部分を押した先のページに画像が出力され、作った画像を押して拡大すると、画像を編集したり別のバリエーションの画像を作ったり、画像をダウンロードできます。また画像を作る際にフォームの右側にあるアイコンを押して、画像の縦横比や画像の特徴を調整したり、モデルを切り替えできます。ウェブ版でも最新バージョンの 6.1 を使えることもあって、現時点で公開されている画像生成 AI ツールの中でも最高峰のクオリティの画像を作れます。続いてはクエンツーマスの紹介です。中国のアリババグループの AI 研究部門であるクエンは、先日数学に特化したオープンソースの大規模言語モデルクエンツーマスを公開しました。チャットに特化させた一番大きなモデルクエンツーマス 72B インストラクトについては、数学系の LLM ベンチマークでオープン AI の GPT-4 をアンソロピックのクロード 3.5 ソネット、 Google のジェミニ 1.5 プロなどの最先端のモデルよりも優れたスコアを出すとしており、ネット上では数学の分野で最強の LLM だと話題になっていました。そしてこの度、ハギングフェイスでクエンツーマス 72B の無料のデモが公開されました。デモでは、ここに画像をドロップの部分に数学問題の画像をアップロードし、インプットユアクエスチョンの部分にこの問題を解いてくださいといった感じで入力し、サブミットボタンを押すと回答を出力してくれます。またインプットユアクエスチョンの部分に数学問題を入力して、サブミットボタンを押しても問題を解いてくれます。続いては11ラボスリーダー日本語版の紹介です。11ラボスは5月にウェブの記事、PDF、EPUB、ニュースレター、その他のテキストコンテンツをさまざまな音声で朗読してくれる iOS アプリ、11ラボスリーダーを米国、英国、カナダユーザー向けに公開しましたが、この度日本の App Store でもダウンロードできるようになりました。11ラボスリーダーは、アップストアからアプリをダウンロード後に Google や Apple アカウントなどでログインし、簡単なアンケートに答えてボイスを選べば無料で利用でき、画面右上のプラスボタンをタップしてテキストやウェブサイトの URL を貼ったり、 PDF ファイルを読み込み、画面の下部にある再生ボタンを押せば設定したボイスでテキストコンテンツを朗読してくれます。
何度か試しましたが、日本語のテキストが中国語で朗読されることもあり、まだ安定していない感じがしました。今後のアップデートに期待です。続いてはクロードの新機能の紹介です。アンソロピックは同社の最新大規模言語モデルクロード 3.5 ソネットなどが使える AI チャット、クロードの PC のウェブブラウザ版についてラテックスレンダリングのプレビュー機能を実装したと発表しました。これによりクロードで数学の問題などを解く場合に綺麗な数式を出力してくれるようになります。なおラテックスレンダリングのプレビュー機能はクロードの画面左下にある自分のアイコンを押した後に出てくるポップアップ画面でフィーチャープレビューの部分を押しラテックスレンダリングの項目をオンにすれば利用できます。ちなみにこの機能は無料ユーザーも使えるようです。続いては Google AI Studio の新機能の紹介です。 Google は同社の公開している大規模言語モデルの API を無料で試せるページ Google AI Studio で利用できる PDF ファイルのアップロード可能な最大ページ数を1000ページまたは 2GB まで増やしたと発表しました。 Google AI Studio は Google アカウントを所持している状態で Google の AI 開発者向けのジェミニ API ページにアクセスして Get API Key in Google AI Studio ボタンを押し、任意の Google アカウントでログインして利用規約に同意すれば利用できます。 Google AI Studio で使える LLMジェミニ 1.5 プロは200万トークンを読み込めるので、今回 PDF ファイル1000枚の読み込みに対応したことで厚い本に含まれる大量の文字の入ったような PDF ファイルも読み込めるようになりました。続いてはバイレフネットの紹介です。中国の南海大学の研究者らは画像の中にある特定の物体をきれいに分離する技術をさらに高精度にしたオープンソースの AI 手法バイレフネットを公開しました。従来の手法よりも細かい部分まで正確に分離することができるようになっているとのことで、 GitHub でソースコードが用意されていて、ハギングフェイスで無料のデモも公開されています。デモではここに画像をドロップの部分に画像をアップロードし、レゾリューションの部分に推奨されている1024×1024 を入力し、サブミットボタンを押せば画像内の対象物が分離され黒背景で出力されます。またバイレフネットの技術を使った背景除去機能の無料のデモも公開されていて、こちらは画像をアップロードすると画像の背景を除去できます。オープンソース系の背景除去ツールとしてはかなり優れているので、興味のある方はデモを試してみてください。続いてはマイクロソフトファイ 3.5 の紹介です。マイクロソフトはスマホやノート PC などの低スペック環境で使うのに適したオープンソースの小規模言語モデルの最新版ファイ 3.5 シリーズを公開しました。公開されたのは基本モデルのファイ 3.5 ミニ、タスクに応じて最適なモデルを選択して学習する MOE 技術を採用した Phi 3.5 MOE、 ビジョン機能を実装した Phi 3.5 ビジョンの3つのモデルで、モデルデータはハギングフェイスで提供されています。またハギングフェイスで Phi 3.5 ビジョンのデモが用意されていて、ここに画像をドロップの部分に画像をアップロードし、クエスチョンの部分に画像に関する質問を入力してサブミットボタンを押すと回答が出力されます。続いては画材の紹介です。株式会社画材は漫画や Webtoon の制作に特化した画像生成 AI サービス画材のベータ版を公開しました。画材を使うとテキストから画像を生成して、生成した画像に漫画のコマを入れながら漫画を作ったり、写真から画像を生成したりできます。画材はツールページの上部にある無料で始めるボタンを押して Google アカウントなどを使ってログインすると、初回漫画を作るための100コインが提供されるので、ある程度無料で利用できます。
ログイン後の画面の上部のジェネレートボタンを押して、プロンプトの部分に生成したい漫画の内容をテキスト入力し、生成ボタンを押せば漫画のコマ画像を生成でき、生成された画像の画像から画像で使用ボタンを押すと、吹き出しなどを入れることができる画面に遷移し、吹き出し付きの画像を作って保存できます。ちなみに、画像を作る際には、画像生成モデルや出力画像サイズなどを変更可能で、ジェネレートボタン、画像から画像ボタンと押していった先のページで、アップロードした画像を参考にしてアニメ風の画像を作れます。なお、画材には、画像をたくさん作れるサブスクプランが用意されていて、画像を作るためのコインだけ購入することもできるようです。ここからは、今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、アンドリーセン・ホロウィッツが最新 AI アプリトップ100ランキングを発表の話題です。ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツは、前回の発表から半年ぶりとなる最新の AI アプリケーショントップ100ランキングの最新版を公開しました。 AI 製品への月間ユニークユーザー数トップ50と月間アクティブユーザートップ50の2つが公開されており、2つのランキングの1位がオープン AI の AI チャットチャット GPT となっています。月間ユニークユーザー数ではパープレキシティやクロードポーなどの AI チャット系が強く、シビタイやレオナルド AI などの画像生成 AI 系のほか、スノやウディオなどの音楽生成 AI もランクインしており、動画生成 AI ツール、ドリームマシーンを公開した。ルマ AI が14位に入っているなど、動画系も強く、マルチメディア色が強いランキングとなっていて、半年前のレポートと比べて、新規参入企業が 30% を占めているなど、超レッドオーシャンな AI 業界らしいランキングになっています。続いては、マイクロソフトが PC 操作記録機能、リコールを試験提供の話題です。マイクロソフトは、同社のブログを更新し、ユーザーの PC 操作をほぼ全て記録し、後から確認できるリコール機能を、2024年10月から、一部開発者などが対象となる Windows インサイダー向けに試験提供すると発表しました。リコール機能は2024年6月にマイクロソフトが発表した AI 機能を搭載した PC であるコパイロットプラス PC に実装される AI 機能ですが、個人情報保護の観点からネットを中心に賛否の声が出たことで一時的に公開が延期されていました。今後おそらく Mac や Android 端末などにも同様の機能が実装されることが予想されるので、リコール機能がユーザーのプライバシーとセキュリティをどのように両立させるのか、今後の展開が注目されます。続いては GPT-4o がファインチューニングに対応の話題です。 OpenAI は8月20日同社の最新大規模言語モデルGPT-4o をファインチューニングできるようになったと発表しました。これにより、企業や開発者は GPT-4o を使って特定の使用目的に合わせたモデルを作り出すことができるようになります。ファインチューニングは OpenAI の開発者向けのページ OpenAI プラットフォームで利用可能で、ファインチューニングのトレーニングコストが100万トークンあたり25ドル、推論コストが入力100万トークンあたり 3.75 ドル、出力100万トークンあたり15ドルとなっていて、2024年9月23日までは、1日100万トークンまで無料でトレーニングできるキャンペーンも実施されます。続いては、OpenAI が大手メディア企業コンデナストと提携の話題です。OpenAI は、Vogue やザ・ニューヨーカーなどの多くの雑誌ブランドを有する大手メディア企業コンデナストと提携したと発表しました。この提携により、 OpenAI の開発する AI チャットチャット GPT や開発中の AI 検索エンジン
サーチ GPT においてコンデナストが保有するメディアのコンテンツを表示できるようになります。対象になるのは Vogue、The New Yorker、Wired など世界的に知名度の高い雑誌ブランドです。この提携によりオープン AI の公開しているツールの情報提供の質と信頼性が大幅に向上すると期待されます。続いてはリコーが日本語などの3言語対応の LLM を開発の話題です。リコーは8月21日、日本語、英語、中国語の3言語に対応した大規模言語モデルを開発したと発表しました。この LLM は700億パラメータを搭載するメタの LLM、ラマ 370B をベースに改良を施したモデルで、テキストを LLM が理解できるように分割する、トークナイザーを独自に改良することによって、日本語の処理効率を向上させたとしており、日本語の LLM ベンチマーク、イライザタスクス100で高いスコアを出し、ラマ系のツールに多い、日本語で質問した場合に、英語で回答が来ることも少なかったとしています。なお、この LLM は2024年秋から日本市場に展開し、その後、海外展開も目指すということです。続いては、著作権侵害で3人の作家がアンソロピックを訴えるの話題です。ロイターが伝えたところによると、アンソロピックが同社の AI チャットボット、クロードのトレーニング過程で著作権侵害を行ったとして、3名の作家から訴訟を起こされたとのことです。原告はアンソロピックが著作権保護された書籍データを無断で利用したとしていて、損害賠償と今後の著作権侵害の差し止めを求めているとのことです。なお、アンソロピックはロイターの取材に対して訴訟に関する詳細コメントは控えているようです。この訴訟はAI 開発における著作権問題に一石を投じる可能性があり、業界全体に影響を与える可能性があります。続いては、カーソルの開発元が6000万ドルの資金調達を完了の話題です。人気の AI コーディングツール、カーソルを開発するエニスフィアは、6000万ドルの資金調達を完了したと発表しました。この資金調達には、アンドリーセン・ホロウィッツ、スライブ・キャピタル、オープン AI などの有名企業や著名な投資家が参加しています。カーソルの目標は、世界中のソフトウェアを書くための魔法のようなツールを構築することで、多くの企業や研究所、エンジニアにサービスを提供しています。今回の資金調達により、カーソルは AI を活用したコーディングツールの開発をさらに加速させ、ソフトウェア開発の未来を形作っていくことが期待されます。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。